それでは浸水にどう備えるかということについて今日はお話ししたいと思いますこれは浮く住宅の公開実験を一条公務店と行った際の映像ですでここでは機密性を最大限に高め浸水三メートルに耐えられる住宅に対する検証実験を行いましたで見てご覧のように周りに水があっても中に入ってこないでそれは何をもたらすかというと水がどんどんこう 浮いてくるということになります。そしてこの浮くということが中に水を入れないことでその水が引いた後もと経済活動ができるということが特徴です。一方で一般の住宅ではこれが50センチの水深でありますがここにこうどんどん水が今溜まってきています。そうすると玄関のところから水が入ってくるっていうのが見えます。でその後 お風呂場のところからも水が逆流をし始めていますで、このように同じ水位のところからどん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 水が外の水位に応じて水が入ってきていることがわかりますで、一方で大きな問題になっているのがこの床下の点検口ここから大量の水が入ってきますそれは出口がでかいからですそうするとこのようにリビングに一気に水が押し寄せてどんどん外の水位と合わせてあの中の水位も上がってくるとそうするとトイレの方 の水も逆流が始まりまりすそうするとこれらの水が中に入ってきてあふれリビングに広がってくると大きなな衛生生的な問題を生じることがあります一方で外の方を見てみますとこのように流速がこう当然速くなってくるということで水深だけじゃなくて水の流れということをあの家の安全性で見ることは非常に重要です。一方で こういうこと両方の速度や。あの水深が高まりやすいところというのはあります。それは。川の五流点あるいは山間の谷筋。で、水の溜まりやすいところ。このようなところが挙げられています。で。このような今までのお話し,したような中で。どんな対策をするかと。水害リスクに応じた適切なこう浸水対策をまとめていました。このように。 なります例えば盛り土やピロティ化したものをこうやってみるあるいは4のように水が入ってこないという住宅を考えるということも大きな対策として非常に有利な点であることが今回の実験で示されています。で最後にこのような備えがどういうふうに必要かということをまとめてみます。ででは実験結果をこうままととめております ③ のところで 具体的に3つほど指摘をしています適切な浸水対策をすることそしてハザードマップと周囲の地形を見ることで自分の周りにどんな危険があるかを知ることそして適切なタイミングで避難をするということを地域と一緒にこう考えていくことそういうことが非常に重要であるということを指摘して今日の発表は終わりたいと思います以上です。